赤木慶太郎役平野亮です。僕も20年前はサラリーマンだったので、印象というか僕は、廃人のように生きていました。はい、逆に妥協しない。はい、私は今回から参加ということで、いろいろ金がね噂は聞いております。むちゃくちゃしてやるぞとか散らかしてやるぞみたいな、声がちらほら聞こえてきているので、すごい賑やかな現場になるんだろうなと思っております。今立さんですが、江原さんですとか、まあ、芸人さんの力も借りつつ、僕は役者でございますので一切ふざけることなく重厚なお芝居を届けたいと思っております。その重厚な芝居で皆様の心を豊かにできたらなと思っております。劇場でお待ちしております。